今ご覧いただいたこの映像、これは今から5年前、当時日本で世間を賑わせていた裁判員制度が始まる1年前、大学4年生だった私が模擬裁判用の資料として作ったものです。約5年前で大学4年生と思われた方多いかもしれません。私よく35、6と思われていますが、実はまだ28歳です。ありがとうございます。1985年の生まれです。さて、そんな私ですが、今から14年前、1999年、中学2年生の時でした。テレビで見た驚異の小宇宙人体3遺伝子 DNA という作品にとても感動しました。そしていつか大人になったら自分でこのような番組を作る人になりたい、そう思い、大学では医学部に入って医学を学び、そして同時に別のところでコンピュータグラフィックスも学びました。今から約2年半ほど前に医師国家試験に合格し医者になりました。この3月までは病院で写真にあるように初期研修医として働いていました。しかしこの3月でお医者さんとしての生活には終止符を打ち、この4月からは白衣を脱ぎ、脱ぐのに時間がかかっていますが、はい、お願いします。白衣を脱ぎ、サイエンスを正しく楽しく、英語で言うと Fun and Factual Science と私は言っているんですが、この言葉を合言葉にサイエンス CG クリエイターとして活動をしています。先ほど最初にご覧いただいたこの映像、これは心タンポナーデ、カーディアクタンポネイズという病気を一般の方々、皆さんのような方々に理解していただくために作ったちょうど1分間、ぴったり1分間の映像です。おそらく一般の皆さんは心タンポナーデなんていう病気はこれを今ご覧になるまで知らなかったかと思いますが、1分もあればなんとなくどんな病気か理解していただけたと思います。この映像、日本語版、英語版とありまして、 YouTube では、まあ、5年間ですけれども合計もう12万回以上再生されておりまして、たくさんのコメントもいただいています。しかし一部の専門家たちからは時々このようなことを言われます。心拍数少なすぎるんじゃないですか。あるいは出血するのは主に心臓が収縮しているときじゃないですか、拡張しているときに本当に出血するんですか、そもそも骨が緑色って変でしょう。こんなふうに言われることがあります。誤解されている方もとても多いのですが、このような専門的なサイエンス CG を作るときに最も大切なこと、それは常に 100% 正確に作ることではありません。誰を対象としていてどの程度理解してほしいのか、それを把握した上で正しさと楽しさとを絶妙なバランスでコントロールする、これがサイエンス CG クリエイターとして最も大切なことです。そしてそのためには何を強調し、そして何を省略するのか、それをしっかりと判断できるだけの専門知識が必要ですし、また専門家の方々と同じ目線でディスカッションできるほどの知識も必要になります。しかし残念ながら日本にはこのようなサイエンスを正しく楽しく視覚的に理解してもらうということを学べるような教育機関もありませんし、そしてさらに残念ながらこの日本では産業としてサイエンス CG というのは全く確立していません。考えてみましょう。皆さん iPS 細胞という言葉をご存知だと思いますが、 iPS 細胞って何でしょうか。これ日本が世界に誇る技術だと思いますが、よく考えてみてください。 iPS 細胞についての誰もが知っているベストセラー、あるいはとても分かりやすくて人気のある iPS 細胞に関する映像コンテンツなどがあるでしょうか。もしかしたらどこかにあるのかもしれませんが、私の知る限りでは残念ながらないと思います。そして
その理由の一つは、このようにサイエンスを正しく、そして楽しく絵や映像に落とし込めるような人材がいないからだと私は考えています。私がお医者さんになったのは、そんな複雑なサイエンス、中でも医学の世界を正しく楽しく説明できるような、そんなクリエイターになりたかったからです。さて、最近私はとあるところで講演会をしたんですけれども、その講演会の直後に高校生2人が私のところにやってきました。そしてこんなことを言いました。私たちは生まれた時から心臓に病気がありました。そして幼い頃に手術を受けました。そのため胸には当然傷があります。病院の先生方は何度も自分たちの病気や手術の内容について説明をしてくれるんですが、やっぱり難しすぎて分かりません。 CG などを使って絵や映像などで何とか分かりやすいものを作ってもらえないでしょうか。これは子どもたちの叫びです。まあ、一個人として、そして、まあ、私なんかでも医者の端くれとして、そしてまた大人として、これは何とかしてあげたい問題だと思っています。しかし、このような専門的なサイエンスコンテンツというのは、しっかりと時間とお金をかけてきちんとしたものを作らなければ意味がありません。中途半端なものを作るとそれは逆効果です。誰も使ってくれません。ですが、サイエンスというのは世界共通です。ですので、たとえ日本語のコンテンツであっても、きちんとちゃんとしたサイエンスコンテンツを作れば、その後新たな大発見や、あるいは大きな間違いでもない限り、世界中どこでも何度でも使うことができます。またこのような分かりやすいサイエンスコンテンツがあることによって、今まで結びつかなかった異なった分野間での共同研究を生むきっかけになるかもしれません。そして幼い頃の私がそうだったように、サイエンスコンテンツを見ることによって科学に興味を持つ子どもたちが増え、そして将来の次世代の新しい科学者を生むきっかけにもなるでしょう。また医学の世界、医療の世界では、患者さんやそのご家族に安心感を与えるということはとても大切なことです。先ほどのこのたった1分間の新担保なんでの映像が12万回以上世界中いろんなところで再生されているということを思い出してください。子どもから大人まで誰もが自分たちの病気のことをもっと身近に知ることができ、そして子どもから大人まで誰もがサイエンスを正しく楽しく理解することができれば、今よりももっと恵まれたいい世界が待っているのではないでしょうか。最後に、その子どもから大人まで誰もがサイエンスに興味を持ってくれることを目指して、サイエンスを正しく楽しく Find Factual Science という思いを込めて作った私の短い映像をご覧いただいて、私のスピーチを終わりとしましょう。